武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は岩手大学の入試について話していきたいと思います。岩手大学ですが、国公立、なんですが、医学部がなく獣医がある、大学となっています。で、学部としては、人文社会教育、そして、工学部が、理工学部に、再編され、名称変わっている形で、そして、農学部、この中に、共同獣医が、入っているような形ですね。で、センターのパーセンテージに関しては、大体の学部は、5割後半から6割、7割弱ぐらいまでですね、に幅が、あり、獣医学部は8割程度、そして教育の音楽や美術などは先ほど言ったパーセンテージよりも1、2割低い程度のパーセンテージとなっています。で、人文社会がセンターが若干高めという形ですね。で、センターの配点は基本的に一般の方が、二次の方が低いところが多く、センターで点を稼ぐ必要があるような形となっています。そんな岩手大学ですが、それぞれの科目の勉強法、英語、数学、国語、物理、科学、生物、自分が見たい科目を選択してください。